この沖縄の未来を決める県知事選挙の投開票日となっております。玉城デニー街頭演説会をこれより開会したいと思います。本日司会を務めさせていただきます、私那覇市議会議員の山田まどかでございます。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに冷やみ勝ち馬打ちの会会長城間美紀子那覇市長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、たいお集まりの皆様、中がなびら、こんにちは。冷やみ勝ち馬打ちの会会長を務めております那覇市長の城間美紀子でございます。冷やみ勝ち馬打ちの会は幅広い立場の皆様が辺野古新基地建設阻止建白書の実現に向けて原8部原6部で集まる大きな大きな受け皿でございます。さて50年100年100年後の沖縄について私たちは考えなければならないことがあります。昨年やんばるが世界遺産に認定をされたことは皆様よくご存知のことと思います。想像してみてください。その上空を米軍のオスプレイが飛ぶ状態、そのような相反した姿が沖縄にあるのは極めて不条理な思いがします。皆さんいかがでしょうか。沖縄は日本で唯一の地上戦、住民を巻き込んでの戦争が行われたところです。私たちは戦争の悲惨さを、平和の尊さを身をもって知っております。私は長く朝食についておりました。子どもたちの笑顔を見ながら、子どもたちの将来を考えると、戦争を繰り返してはならない、平和な沖縄を残したいと強く思っております。この思いを玉城デニーさんと、そして皆様と共にこの思いを共有したいと思います。デニーさんの政策の中には平和への力強い取り組みがあります。沖縄の歴史と風土の中で培われてきた平和を希求する沖縄の心を広く国内外へ発信し、アジア太平洋地域における独自の地域協力外交や平和発信の拠点としての役割を担い、新時代の平和構築に貢献する。デニーさんには辺野古に新しい基地は作らせないという翁長雄志さんの意思を引き継ぐとともに、沖縄を平和の架け橋、平和の発信の拠点として次の世代につないでいただきたい、強く思います。皆さんいかがですか。さあいよいよ投票日も近づいてまいりました。今日からさらに皆さんにお願いしたいことがあります。皆さんのご家族、お友達、職場の同僚、ご近所さん、皆様の周りにいる方々に平和への思いをお伝えください。私は子や孫のために辺野古新基地建設に反対する、その思いをデニーさんに託しましょうと、おしゃべりをしながらでもしっかり、しかしさりげなく皆さんの周りにいる方に思いを伝えて輪を広げていただきたいと思います。国家の立場を超えて原爆症を実現し、平和な誇りある豊かな沖縄の実現、誰一人取り残さない沖縄らしい優しい社会を実現する。いよいよラストスパートです。知事選はデニーさん、そしてデニーさんを支える県議補選は上原海座さん、お二人の出世に向けて私も全力で応援させていただきます。うすよわったんかうまがんマムティーチャビラチバティーカーナヤータイ
私たちの声を守る、孫を守るために皆さん力を合わせて頑張りましょう。続きまして列車挨拶をいただきます。玉木デニー候補を支える国会議員は衆議院議員と参議院議員それぞれ2名ずついらっしゃいます。まず衆議院議員を代表いたしまして赤嶺政権衆議院議員よろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、こんにちは。いよいよ知事選挙も県議を決選挙も最終盤になりました。今度の選挙は沖縄の未来がかかっております。デニーさんの勝利とカイザさんの勝利、2人揃っての勝利がオール沖縄の勝利であります。選挙戦は気を緩めた陣営は負ける。最後まで全力で頑張った勢力が勝つ。最後まで頑張り抜こうではありませんか。皆さん、相手候補との違いがはっきりしてまいりました。例えば地位協定、デニーさんは抜本改定です。相手候補はどちらかといえば改定。こんな曖昧な人に米軍基地を抱えた沖縄の県政任せるわけにはいかないではありませんか。さらには昨日宜野湾で見つかったあの PFOS、 米軍基準の29倍の汚染です。デニー知事は PFOS の解決のために全力を挙げております。相手候補は PFOS について政策の中で一言も触れておりません。 PFOS のピの字もありません。これでは宜野湾市民を崖っぷちに立たせるようなものではありませんか。ピオス撤去のためにも全力を挙げようではありませんか。辺野古の新基地、デニー知事は反対、相手候補は推進。しかし政府は完成の見通しが立ってないと言います。辺野古の新基地建設の完成の見通しが立ってないならば、デニー知事のように普天間基地は直ちに閉鎖撤去を言うべきではありませんか。相手候補は2030年何の根拠もありません。皆さん、県民のこの基地の苦難の解消のためにもデニー、そして那覇ではデニーさんとともに上原海津さん、何としても勝利しましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。赤嶺政権の熱い訴え、ありがとうございました。続きまして第2位代表国会を主催によろしくお願いいたします。勝利のために結集された多くの支持者、そしてまた県民の皆さん、ご紹介いただきました参議院議員の伊原洋一でございます。7月の参議院選挙では皆様方のお力で当選をさせていただきました。私は参議院の選挙の当選はやはり沖縄県民の民意の表れだったと、このように考えております。私たちは今回の知事選挙、あるいは宜野湾市長選挙を通しての世論調査でも、玉城デニー知事が実施をした辺野古県民投票のように7割近い県民が反対していること、これは明らかです。このような民意があるにもかかわらず、相手候補は辺
性の子を容認推進をする、あるいは宜野湾市もそうですが、まさに県民の民意に反して公約を掲げる皆さんを当選させるわけにはいきません。沖縄の将来をどのように選ぶのか、私たちはやはり一つ一つ基地を撤去して、その後利用を通して、あの新都心のように、あの美浜のように、あのライカムのように、しっかりとした街づくりをする、そして読谷のように農業の基盤を確保していく、このことこそが沖縄の道ではないでしょうか。そういう道を外して、政府の言う通り、アメリカ軍の言う通りやっていたら、私たち県民の暮らしは成り立ちません。子どもたちのためにも、何としてもこの選挙勝利をしていかなければなりません。一部の報道で先行という声もありますけども、決して油断してはならない。ぜひ皆様方のお力を最後までお貸しください。宜野湾の市長選挙も競っているというところまで来ております。これも皆様方のお力のおかげです。最後の最後まで全県から玉城デニー知事の勝利と合わせて、中西春政宜野湾市長候補の当選、そして上原海座補欠県議選挙の当選を何としても勝ち取ろうではありませんか。私たちがそのことを実現をすれば、日米政府に辺野古を断念させることがとても可能である。本当に目の前にそれが起こってくる、このように考えております。アメリカは今海兵隊を沖縄から引こうとしています。なぜならば、彼らが求める戦争は沖縄で起きれば米軍が被害になるからです。その前に逃がす計画すらあるんです。ですから私たちは二度と沖縄を戦場にしないためにも、この選挙を勝利しなければなりません。圧倒的な形で勝利していきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまの力強い訴えは三原陽一参議院議員でございました。ありがとうございました。続きまして、県議会議員の与党会派を代表いたしましてご挨拶をいただきます。立憲沖縄会派、喜友名朋子県議会議員、よろしくお願いいたします。ご結集の皆様、こんばんは。選挙戦終盤に差し掛かります。気になっているのは期日前投票です。週末また台風が来るのではないかという天気予報があります。いつも相手候補は期日前投票で逃げ切る、この戦略です。そこに負けてはいけません。先行しているという報道、油断をしていて期日前投票で足が止まることを今選挙情勢を見ていると私は一番懸念をしております。引き続き一票一票、玉城デニー知事、そして先制与党の議席の数を守るためにしっかりと投票行動を呼びかけていきましょう。私は玉城デニー知事、先制与党として支える立場ですが、この知事の一期4年間さまざまな難局に見舞われながらも、それをしっかりと乗り越え、今年4月沖縄振興計画を遅れることなくスタートさせました。計画を作ったデニー知事が今後4年間その計画をしっかりと方向づける大事な2期目になるんです。 SDGs の理念を、考え方をしっかりと反映させました。そして1期目、女性政策、子どもたちの政策、国際カジノ問題や子どもの貧困対策など、これまで光の当たらなかった分野、コロナ禍で大変な中でも予算を削ることなく知事はしっかりと目を向けています。この方向性、相手候補にできるでしょうか。私は絶対にできないと思います。玉城デニー知事の2期目、誰一人取り残さない社会を目指して、次の4年間しっかりと舵取り
1議席でも与党が欠けると、私は来年の2月また予算議会でどうなることか非常に懸念をしています。辺野古関連の裁判、県の予算から削られたら沖縄県はどうやって基地負担の不条理を日本国憲法の中の三権分立の中の行政として国と対処をしていくのか、基地と振興策引き換えだという議論終わりにしなくてはいけない。基地をなくし豊かな沖縄実現できます。その舵を切るのは次の4年間玉城デニー知事しかいません。ぜひここに結集の皆様、さらに支持を広げながら勝利を勝ち取っていきましょう。ご挨拶申し上げたのは県議会の与党会派を代表いたしまして、立憲沖縄の喜友名智子が申し上げました。ありがとうございました。残り9時間も頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、今このタイミングでメンバーの入れ替えをさせていただきたいと思います。ご答弁者さん様に皆様拍手をお願いいたします。の皆様が力強い応援に駆けつけてくれております。皆様どうぞ皆様に拍手をよろしくお願いいたします。続きまして玉城デニー候補を応援する働く仲間を代表いたしまして、阿内照明天皇連議長よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。お世話の皆さん、開催ご通用中ガナメラ、働く仲間で作る労働組合です。相手陣営はデニー県政を変えて危機突破と宣伝しています。しかし皆さん、危機突破をしたいのは私たちの方ではないでしょうか。まず普天間基地からの、この危険からの突破、辺野古新基地建設押し付けからの突破、そして命を守る、命の水、この命の水の汚染から PFAS からの危機突破、そして何より反社会集団に支えられた自公政権を突破して突き抜けようではありませんか。皆さん、この4年間で暮らしを壊したのはデニー知事ではなく自公政権そのものではありませんか。私たちがずっと今この時期に消費税を上げたら不況から抜け出すことができない、これを言ったにもかかわらず2019年10月に消費税を上げて強行したのは自公政権ではありませんか。その中でこのコロナが発生し今日からずっと抜け出せていないのが現実ではないでしょうか。そして世界中の国はこのコロナ禍の中で国民を守るために消費税を減税してきました。しかし聞く耳を持つといった首相が全く聞く耳を持たない、これが現実ではないでしょうか。そもそもこの25年間日本は賃金が上がっていないんです。私たち県労連が2019年最低正規調査を行いました。いくらあれば8時間働いて普通に暮らせる賃金なのか、国が求める憲法で謳う文化的で最低限度の生活ができるのかを調べました。那覇市に住む25歳女性で1662円、男性で1642円、実に今の最低賃金の倍必要なんです。それをやってこなかったのが日本政府ではありませんか。労働組合で要求を勝ち取るには3つあります。統一する要求、そして要求に結集する数の力、そして何より団結の力です。この知事選挙でも一緒です。みんなが団結をすること、そして統一する要求とは
誰一人取り残さない平和で豊かな誇りある社会ではないでしょうか。ゼリー知事再選に向けて頑張ろう。そして全国の皆さん共に頑張ろう。そして世界の皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。穴井秀明経農連議長でございました。ありがとうございました。続きまして、基地軍隊を許さない行動する女たちの会共同会の高田と鈴江さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日私は辺野古に行って帰ってきたところです。辺野古の座り込み行動は今日も続いています。そして今日ですね、あちらにあった看板を見ると2984日目となっていました。さて皆さん、2984日を365日で割るとどうなりますでしょうか。もう8年も過ぎています。2014年の7月から座り込みが始まって、もう8年ずっと抵抗し続けて、そして埋め立てのところはまだたったの 10% しか埋まっていない。それは多くの県民が毎日毎日辺野古に行って、そして座り込みを続けながら抵抗しているからです。その抵抗は時にはね、過去には機動隊に何人も担がれたということもありましたけれども、今コロナ禍の中では機動隊とも接触をしないようにというように注意をしながらやっていますけれども、8年前2014年の11月に小川知事が誕生しましたね。皆さん、小川知事を誕生させたのは誰でしょうか。私たち県民です。私たち県民が力を合わせて小川知事を誕生させました。2018年、玉城デニー知事を誕生させたのは誰でしょうか。私たちです。私たちが辺野古湾の、そしてまた多くの基地を抱えていることによって沖縄の教育も福祉も環境もさまざまな負担があるということから、何としてでも新たな基地の建設は反対だということを言い続けてきたわけですよね。その思いを今思い返しましょう。私たちが選んだんです。私たちが選び抜いて小長知事も玉城知事、デニー知事も誕生させたのです。その私たちが今ここにいるんですから、もう一度しっかり私たちの力を信じて、玉城デニー知事の誕生を、新しい誕生を生み出そうではありませんか。そして玉城デニー県政を支えるためには、ここにいる大きな男性、この人上原海座さんって言うんですよ。名前を覚えてくださいね。海座さんの一票も玉城県政を支えることになります。私たちの思いにつながるんです。しっかりと頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。高田と鈴代共同代表でございました。ありがとうございます。なおこのタイミングでまたメンバーの入れ替えがございます。皆様拍手で送り出してください。ありがとうございました。ここで若者を代表しまして、現役高校生の平田真奈美さんから、若い力で玉城デニー候補応援の歌いをしていただきます。よろしくお願いいたします。参加の皆さん、こんばんは。緊張はありますが、私に少し時間をください。糸満の決起集会でも話をさせていただいたのですが、私がデニーさんを応援するには理由があります。
デニーさんは私たち県民の声を拾い良くしようと取り組んでくれています。若者も若者で苦しいんです。最低賃金の中でバイトに励み学費を貯めるために働いています。バス賃だって高いんです。学校に通うため1000円2000円と飛んでいきます。学費を貯めるために始めたバイトがバス賃へと変わっています。奨学金を借りれず夢を諦める学生だっています。この中で思い描いた学生生活も遅れています。学生生活の3年間は大人になっての3年間とは思いが違うと思います。学生時代の3年間は一生の宝となる思い出が多いと思います。私は今の若者はという言葉が嫌いです。学生若者だってさまざまな困難がある中で頑張っているんです。そんな私たちの声を拾い、デニーさんは中高生のバスの無料化や就学金援助の拡充などに取り組んで実現してくれています。9月10月からは最低賃金も引き上がります。私たちの声を拾い国政へと届けてくれています。今日本は戦争へ近づいていると思います。77年前ここ沖縄では激しい地上戦が行われていました。多くの県民が命を落とした戦争、戦争はもう二度と起こしてはいけないと学校で学びました。戦争で犠牲となった人たちの平和であり続けるためには私たちが声をかけなければいけません。戦争で犠牲となった人たちの魂と血が染み込む南部の土砂を新基地建設に使おうとしています。そんなことがあってはいいのでしょうか。77年が経つ今も戦争で苦しめられている人がたくさんいます。あの戦争から何を学びますか。私は私たちが生きるこの時代を変えきれるのは私たちです。投票に行きあなたの声を県政へ届けませんか。私の初めての投票はこの県知事選挙です。今日期日前投票に行き私の初めての一票をデニーさんに託しました。私の一票あなたの一票で未来は変わります。平和で明るい未来にするためにも共に声を上げましょう。私たちの声を県政へそして国政へ届けるためにもデニーさんをもう一度当選させましょう。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。平田真奈美さんでございました。続きまして子育て世代を代表いたしまして遠山真奈美さんよろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんこんばんは。ご紹介にもありましたように私は0歳の息子がいます。今日ここにも来てくれているんですが息子が生まれてから改めて感じたことがあります。それは命ってこんなに尊いんだなということです。赤ちゃんだけじゃないです。ここにいる全ての人また動物たち命あるもの全てが尊いんだなと感じました。ぬちず宝昔はよく聞きました。最近皆さんどうでしょうか。いろんな問題コロナであったりDFOSであったり経済の問題基地問題教育の問題いろんな問題に駆られて私たちはぬちず宝よりも目先の利益お金に執着していませんか。誰一人取り残さない沖縄へスローガン玉城デニー候補が掲げているスローガンが命の尊厳そのことに重きを置かなければ絶対に成し得ないスローガンだと思います。小さいことにも大きなことにも目を向けて一つ一つの公約に真摯に向き合っている玉城デニーさんの姿を見て私は心から応援したいと思いました。皆さんもそのように思ったから今日ここにこんなにたくさんの人々がそして私はここに来れなかったたくさんのボランティアの若者たちの仲間も知っています。ここに来れなかった人たちも含めてこんなにたくさんの人が必ずデニーさんを当選させるぞという思いで集まっているんだと思います。あと3日ありますがこの3日が激戦だと思います。
1人が100頑張ったとしても1000人がプラス1頑張ればはるかに大きい数になります。私たち県民の力はとってもとっても大きいんです。先ほどのまなみさんが初めて投票をしたということを本当に嬉しく思いましたが、そういった若者が少しずつ増えていく、また今ここに集まっている皆さん一人一人がプラス1で頑張っていく、そのようなことで必ず玉城デニーさんやデニーさんを応援するたくさんの議員の候補の皆さんを必ずこの世に送っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ダブル学びで熱いご発声誠にありがとうございました。続きましてお二人の予定候補からの連帯ご挨拶をいただきます。まずはじめに10月9日執行予定の豊見城市長選挙2期目を目指します山川仁予定候補者です。よろしくお願いいたします。お集まりの皆様、はいさい、ご紹介をいただきました豊見城市長の山川仁でございます。いよいよ9月11日がもういよいよですが、皆さん思い起こしましょう。いい正月を迎えたい、あれからずっといい正月を迎えた人はいないと思います。私たちはこの未来に向かって尾長武史前知事がしっかりと沖縄県民の本来のイデオロギーよりもアイデンティティという言葉でちむぐくるある県民の民意を作り上げてきました。そして次、玉城デニー知事が誕生し、その思いを引き継ぎながら大変苦しい強権的な圧力にも負けずに今ここまでやってきてるんです。本来の我々の沖縄県民の歩むべき姿を四六時中365日全てを注いで沖縄県知事として先頭に立つというこの圧力、他に耐え難いものがあると思います。その気持ちをお一人お一人がこの沖縄県知事選挙でどの未来に進んだらいいのか、いい正月を迎えると言われたあの暗い世の中に行くのか、もしくは本来の玉城デニー知事のように明るい温かい心ある、そのような本来の未来をしっかりと目指してみんなで県民が一丸となって歩んでいくのか、その選挙です。何回も何回も民意を示しても政府は一個だにしません。しかしながら諦めてはいけない、私たちは諦めずに最後まで最後まで子や孫、そして次の世代の皆様方のためにこの沖縄県を、土地を守る、経済を守る、子供たちの未来を守る、全ての人のために今玉城デニー知事が先頭に立ってるんです。みんなで支えましょう。ぜひ9月11日この投開票日は本来のこの沖縄県民が求めていたその形がしっかりと示せるようにみんなで玉城デニー知事支えましょうよ。そして今全県的に行われている市町村議員、そして首長選挙があります。そして今回お隣にいる那覇選出の県議会補選の上原海座上原海座候補にもですね、ぜひとも皆様方のその英知を結集してしっかりと当選を果たし、県議会の運営にも支障がないように玉城デニー知事が心ある県政運営ができるようにしっかりと支えていきましょう。どうぞよろしくお願いします。私たちの未来は皆さん方にかかっています。頑張りましょうよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまの熱い訴えは山川仁予定候補者でございました。
次に10月23日執行予定のここ那覇市、那覇市長選挙に向けて若い力を発揮します。尾長武春予定候補お願いいたします。いよいよ9月11日沖縄県の県政選択選挙の投票日となりました。県知事には玉城デニー、那覇では県議補選上原海佐、宜野湾では市長選挙中西春政、この3人をしっかりと押し上げて私たち沖縄県民の民意を改めて政府に突きつけていく、その一日にしていきましょう。那覇から基地問題を語るとき、那覇は辺野古関係ないんじゃないの、そういうことを言われる。関係ないわけないじゃないですか。さっきもオスプレイ飛んでましたよ。名護の問題なんですか、宜野湾の問題なんですか、そもそも基地問題は沖縄だけの問題なんですか。政府が本来日米安全保障の、日本の安全保障のために沖縄に基地を置けといい、全国で負担しなきゃいけないものを7割も沖縄に置いといて、沖縄の問題、名護の問題と問題をどん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 矮小化していく。その中で今沖縄の政治家がこの問題にしっかり向き合って、沖縄の民意をしっかりと伝えていく、この役割をしていかなくてはならない。沖縄にいる全ての政治家は基地問題と向き合って、子どもたちの将来に何が必要なのか、これを訴えていくべきではないでしょうか。そういった中で玉城デニー県政が辺野古に反対するから予算を削られる、オール沖縄じゃ予算取れないよ、こういったことを言いながら経済危機突破などという話をしている。本来こんなことで予算が落とされることに政権政党の中にいて恥ずかしいとは思わないのか。国民から預かっている税金を自分たちの恣意的なものに使っていいのか、これを私たちは改めて訴えていきたい。経済危機を持っているのは彼らの方だ、私たちが突破するんだ、オール沖縄で県民の力でしっかり自分たちで稼ぐ力を作る、これを玉城デニー県政でやっていこうじゃありませんか。私たち政治家は子どもたちの環境整備をしていくことが至上命題です。子どもたちの環境整備は学校を建てればいいのか、制度を拡充すればいいのか、違います。それだけじゃない、ここにいる私たち大人、子供を取り巻く私たち大人一人一人がしっかり幸せになって豊かな気持ちで子供たちと接する、これが子供たちの環境整備なんです。私たちが将来の沖縄を、私たちのビジョンを、そんなものを諦めているようでは子供たちに背中見せられない。私も今日3名息子来てます。子供たちに今私が何と戦っているのか、大人たちが何と戦っているのか、これを見てもらわないと子供たちの将来に私たちが目指しているものが伝わらない。だからこそ皆さん、今回の選挙はデニーとカイザー、デニーと中西、デニーとカイザー、デニーと中西のこの掛け声でみんなで勝ち上がってまいりましょう。台風近づいてます。期日前投票、向こうは徹底してくる、私たちも徹底して必ず勝ち上がろう、頑張ろう。ありがとうございます、ありがとうございます。ただいまの力強い訴えは尾長武春予定候補者でございました。ありがとうございます。ここで9月11日沖縄県知事選挙と同日選挙となります。沖縄県議会議員補欠選挙統一候補でございます上原海佐候補が皆様に訴えます。よろしくお願いいたします。開催補欠州の複数を中がなびら、オール沖縄統一候補玉城デニー知事を支える唯一の与党候補者であります上原海佐です。さて皆さん、今回の県知事選挙、そして同日に行われる県議会議員選挙において大きく問われているのは命と、そして暮らしを守る責任が大きく問われております。私は
3期9年間那覇市議会議員としてこの那覇市の課題に取り組んでまいりました。そしてとりわけ大事にしてきたのが子どもたちや障害を持った方たち、そして高齢者の皆様、なかなか普段声が上げづらい届きにくい方たちの声なき声を大事にする政治をこの3期9年間取り組んでまいりました。この民主主義の社会の中では多数者の声は届きやすい、しかしながら少数者の声はなかなか届きにくいんです。この辺野古の問題一つをとってみても 1% の人口しかいない沖縄県にこれだけの基地が集中しているということからもこのことは明らかであります。だからこそ少数者の意見をしっかり大事にした真の民主主義を今回の選挙でしっかりと示していく必要があるんです。私上原海座はこれ以上の米軍基地はいらない、辺野古に新基地はいらないということを明確に示してまいります。私の家族、兄は実は米軍関係の車両に追突されて何の保証もなかった。非常に悔しい思いをした、非常に苦しい思いをした。これ以上私のような苦しい思いをしてほしくない。ましてや将来世代の子どもたちにこのような苦しい思いをしてほしくない。新たな基地を容認するということは将来世代に対してこの基地から派生する事件事故も容認してしまうことになるんです。だからこそ私は絶対に容認はできない、このことをしっかりと示してまいります。今回の県知事選挙、沖縄県議会議員選挙、玉城デニー知事とともに県民皆様とともに新時代沖縄、誰一人取り残さない沖縄、共に作ってまいりましょう。最終最後まで私上原海座を駆け抜けてまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの熱い訴え、まさに玉城デニー知事を支える一議席のために上原海座、力強い訴えでございました。ありがとうございました。さあ、いよいよです。皆さんお待たせいたしました。候補者本人、玉城デニーより訴えます。新時代沖縄を作るのはこの人なくてはありえません。玉城デニー県知事候補、よろしくお願いいたします。開催ぐすうよ、こんばんは。今先にこの対戦車の裏側で電子の方々のお話を聞いていただいているこの皆さんから先に挨拶させていただきますと挨拶をさせていただきました。みんなを大切にしましょう。誰一人取り残さない沖縄らしい、本当に血むぐくるのある世の中を、沖縄の未来を作っていきたい県知事候補、玉城デニーです。よろしくお願いいたします。私はあえて政策の話はしません。今日は決起集会です。そしておそらく大勢集まれる集会はこれが最後、あとは明日から3日間、3日攻防で必ずこの県知事選挙、県議会補欠選挙、そして私は11日に投開票が行われる市町村議会議員選挙の我々の仲間の全員の当選をしっかりと勝ち取りたいと思います。沖縄県第三選挙区から2009年最初の当選をさせていただいて、4期9年
衆議院議員として仕事をさせていただきました。国会に上がっていくと選挙のために芸人さんお強い、選挙にお強い国会議員はみんなそう言います。特に政権与党の方々はデニーさんはなんで選挙に強いんだと言われます。選挙に強いということは国会議員にとって勲章以上の力を示すことになるからです。沖縄で県知事選挙で政府を相手に選挙に勝つという意味を皆さんしっかりと噛みしめてください。だから私は今回も選挙に勝ちたい。勝ってこれが沖縄県民の力だと、民意だということを堂々と政府に申し上げたい。今回の県知事選挙の持つ意味は実はそこにあるんです。ただただ勝つということだけではないんです。もう一度デニーが勝つんです。デニーを勝たせるんです。勝たせるのは誰でしょう。皆さんです。県民お一人お一人です。そのことをもう一度噛みしめてください。だから私は政策ではない、皆さんの気持ちがこの選挙の結果を必ず示すということをもう一度確認をしたいんです。玉城デニーがどんなに地域で訴えても私の訴える力には限界があります。玉城デニーがどんなに皆さんとグータッチをしてもグータッチができる人数には限りがあります。しかしお一人お一人が今度の県知事選挙は絶対に勝たねばならない、今度の県議会議員補欠選挙は絶対に勝たねばならないというその気持ちをかみしめて、勝つための行動、電話をかける、声をかける、ビラをまく、この一人一人にしかできない行動を皆さんがしっかりとつなげていくことによって、皆さんが必ず勝ちたいというその気持ちの形が9月11日に現れるんです。ぜひ勝ちましょう。そして沖縄の県民の民意は絶対に1ミリもぶれていないということを示していきましょう。私が皆さんに約束すること、それは私の勝利は玉城デニーの勝利ではないということ、皆さんお一人お一人の自分のお名前に置き換えて私が勝ったということを皆さんが信じていただくことです。あなたが勝つんです。あなたが勝つんです。みんなが勝つんです。一人一人が勝てば全員がその勝ちを勝ち取ることができる。それを玉城デニーという人間に託して、沖縄県政の次の4年間、未来のための4年間、政府に対して辺野古新基地建設反対というその民意の4年間、諦めない、諦めないことは勝つこと、勝つのは皆さんです。ぜひこの県知事選挙、県議会議員補欠選挙、そして今僅差で相手の方に手が届いている僅差で、もう少しで勝てるところまで来ている宜野湾市長選挙、それも含めてみんなで勝ちましょう。最後に18歳の本並さんが玉城デニーに投票したということを話してくれました。18
18歳の初めての一票も、年を重ねた皆さんの何度も投票してきた一票も、玉城デニーは絶対に大切にしたい。大切にする皆さんのその勝利に全身全霊を込めて報いていきたい。ぜひその気持ちを確かめる今日の集会にしていきましょう。ぜひ一緒に勝ちましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。二平デビさん、ありがとうございました。悲しいから震えるご発声、まさに新時代沖縄のさらにその先へ、誰一人取り残さない社会を目指すためにも玉城デニーが私たちには必要なんです。さて、この激しい選挙戦の勝利に向けて心を一つにすべく、選対からの訴えと頑張ろう選挙を行います。選対事務局長のセリア大河県議会議員です。よろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、こんばんは。紹介をいただきました玉城デニー選対事務所事務局長を務めます県議会議員のテリア大河です。今日は多くの皆さんお集まりいただきありがとうございました。たくさんの応援者の皆さんに激励の挨拶もいただきました。改めて会場に参加する玉城デニー候補を応援に来ていただいた来賓の皆さんを私の方で紹介いたします。まず社民党党首福島瑞穂参議院議員です。荒垣邦夫衆議院議員です。高原参議院議員参加していただいています。そして照屋よしみ副知事も参加をしていただいています。合わせて池田武国副知事も参加です。さらに東森正幸連合沖縄会長参加をしていただいています。そして多くの与党県議団勢ぞろいです。一緒になって皆さんと共にこの選挙戦駆け抜けてまいります。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。復帰50年の節目の県知事選挙もいよいよ投票日、明日より3日公募となります。わしたちはうちらと、うちらんちの大切な未来をどの候補者に託すのか、次の50年、そのスタートの4年、一期をどの県知事として、リーダーとして私たちが誕生させるのか、沖縄に対する構造的差別とも言われる基地政策を進める政府言いなりの候補者を選ぶのか、霊感商法で多くの被害者を出す宗教組織と関わりを強く報じられる候補者を選ぶのか、私たちの大切な未来には必要なリーダー県知事は玉城デニー以外にはありません。選挙は結果こそ全てだと言われます。一票でも勝った方が勝ちです。そして反対に一票でも負けた方が負けになる。結果こそ全てと申し上げましたが、その結果が現れるのは投票箱が閉まるその瞬間です。
私たち全体リードしている郵政団、玉城デニーは大丈夫だと言われていますが、結果を知る者は誰もいません。その投票箱が閉まるまで必死になって戦ってこそ結果は初めて生まれます。どうかお集まりの皆さん、玉城デニー勝利をその瞬間まで力を貸していただきますよう心からお願いを申し上げます。さて、全体よりお集まりの皆さんに、県民の皆さんに合同提起を行いたいと思います。明日から選挙戦3日投票となります。一人また一人と声をかけていただき、最終最後までの支持拡大の取り組みをお願いいたします。そしてまたも週末に台風の襲来が予想されます。先ほどからたくさんの名刺からもありました、期日前の投票の呼びかけが重要です。私たちの皆さんの大切な一票、無駄にすることなくすぐにも期日前の投票を呼びかけましょう。仙台ではSNS の活用を積極的に取り組んでいます。動画やバナーなど玉城デニー候補者の魅力や政策、仙台の取り組みを伝えるさまざまな素材を発信しています。支持の輪を大きく広げる起爆剤としてどんどん拡散してください。いよいよ選挙戦、皆さんが主役、玉城デニー知事が候補者が皆さんが主役と言っていただいた選挙、必ず勝ち抜きましょう。それでは皆さん、頑張ろう三賞を行います。一緒に拳を固めて勝利を目指して三賞を行います。玉城デニー勝利と共に戦う多くの候補者、オール沖縄の統一候補者の勝利、そして先ほどご挨拶をいただいた上原海田さん、山川仁さんの勝利を目指して力を合わせて頑張る。頑張ろう。ありがとうございました。